自走解体馬ということですね。竹内です。こんにちは、こんばんは。ということで、まあ先週から仮復活した自走解体馬のコーナーなんですけど、まだね復活したのはいいんですけど、アニメで行くのか、パワーポイントで昔みたいに文字だけでやるのか顔出してやるのかね、まだ決まってないので、今週も先週と同じこんな感じでやらせてもらいたいなと思っております。で、ピックアップするのがですね、ノーダブルディップ、はい、二度付け禁止くんですね。まあ本当に好きな名前なんですけど、ダート以外でね掲示板外したことがない馬だったんですけど、先週土曜日の南相馬特別ではね、まさかの12着の惨敗となってしまいました。レース内容としてはね、いつものようにいいスタートで、で、まあ先行して、で、4コーナーからね、前狙って、もう直線は先頭で行くと、あとはもう押し切るか、どこまで粘り込めるかっていつもの競馬をしたんですけど、まあ直線半ばでね、後続の足色が良くなっちゃって、で、そのノーダブルディップ自身もね、足が衰えた感じで、一気に飲み込まれていってしまって、12着になってしまった。で、上位5頭までが、その4コーナーで6番で以下の馬だったということで、で、差し馬上位決着の競馬になった上にですね、前にいたそのノーダブルディップだけじゃなくて、レベンディスであったり、ゴルコンダ、サクセスエースとともにみんな2桁順位に、ね、なる結果になってしまいました。で、ノーダブルディップに関して、その平坦コースとか福島が合わないとかっていう見方をするのは、やっぱまだ1戦しかしてないので早いんじゃないのかなっていうふうに思うところがあってですね。ノーダブルディップの場合ね、そのクッション誌の発表後にデビューしている馬だったりするので、ダート以外の部分、芝競争に関しては全て情報が、揃っているということになるんですけど、今回のクッション誌が 8.1 で、まあ、福島はずっと低いんですよね。こういう感じなんですかね、福島って。うん。で、過去にこれ以下で走ったのが、その若竹賞の 7.9 のみということになっています。この時4着だったんですけど、8頭立ての不良馬場の4着なんですよね。で、しかも人気のゾディアックサインが出遅れたと。その上に引っかかってしまって、まあ、ダメだったと。で、同じく人気だったサンズオブタイムがその馬場が合わないっていうような、競馬内容をしていたんで、この4着の価値って怪しいなと思うんですね。で、ノーダブルディップが過去に馬圏内になっているレースっていうのが、クッション値が 10.3、9.3、10.2、10.4 っていう結果になってます。で、2着の3回がいずれもクッション値 10.0 以上の日なんですよね。で、となるとやっぱりノーダブルディップ過去の結果を見ると、クッション値の高い日の芝で狙うべきなのかなと思いますし、願わくばですね、もう1戦ぐらいクッション値の低いレースでですね、負けてもらって、ちょっと確信を持ってから、しかも人気を落としてからクッション値の高いレースでね、ちょっと狙いたいな、勝負したいなっていうふうには、はい、思っています。で、またそのクッション値に関してなんですけど、その発表後からのね、リーチザクラウン3区の全体を調べるとですね、芝のクッション値 8.5 以下のレースで、これ全敗しているんですよね。このあたりからもやっぱり高いクッション値で狙うべきなのかなっていう要素が一つ増えるので、うん、やっぱり今後そういう条件で買いたいなっていうふうには思います。で、この南相馬特別に出ていたね、人気どころの一緒に先行して負けてったゴルコンダなんですけど、まあ、うん、振り返るとこの未勝利戦でね、2着に対して 1.8 秒差のレコード勝利があったりとか、その後札幌2歳ステークスでまあ6着、まあ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 前線したかなと。で、1勝クラス4着である程度の安定感が人気につながったのかなと思うんですよね。ただ今回馬体重がマイナス38キロということで、モデルの女の子1人分ぐらい減ってるんですけど、この2000年代に競馬が入ってからですね、馬体重がマイナス38キロを含む、まあそれ以上減っている馬って48頭過去にいたみたいなんですけど、全敗なんですよね。で、3着1回なんですよ。やっぱそんだけ体重の変動があるってことはやっぱりよろしくないんだなっていうふうに思いますし、ただね、その2走前でプラス18キロ、その前がプラス28キロってことで、もちろん増えた分が減ったとも言えるんですけど、でも今回マイナス38キロっていう結果でしたと、結果というかまあそういう事実があったと、しかも2走前鼻出血をしていたっていうこともあって、もうさらに去勢明けっていうことになってくるともうむちゃくちゃなんですよね。人気になってる方がむちゃくちゃなったのかなっていうふうに思います。なんでその競争能力が落ちたとか終わった馬とかじゃなくてですね、そこからの見直しですよね。はい、もうこの馬体重の安定で去勢明けてからしばらくホルモンバランスが変わって馬体重の大幅増減であるっていう、まあ、昔そういう特集動画も組みましたけど、そもそも馬体重の増減がもうめちゃくちゃな馬が去勢してさらにこんなことになっているっていう状況なんで、まずこの安定がするかどうかですね。で、あとは、まあ、それこそね、そのここからガッて痩せたとしても、その元々が超大型馬じゃないですか。もうマックス570キロで出てきている馬なんで、やっぱダートに出てきた方が僕ちょっと面白いんじゃないのかなっていうふうには思っています。はい、まあそんな感じでですね、まあノーダブルディップを中心に、自走解体馬として紹介させていただきましたね。まあノーダブルディップ二度付け禁止ということになるって、ちょっと思い出すんですけど、僕ね、やっぱ二度付け禁止ってやっぱ串カツ屋さんじゃないですか。で、僕串カツで言うとね、串カツ田中さんって有名で、まあ身近にもいっぱいあるんですけど、串カツ新田さんのですね、紅生姜の串がすごく好きなんですよ。これおすすめなんですよね、紅生姜串、腹いっぱいになる。まあ、スタートも食うんですけど、まあ、ビールと合う。で、腹膨れる。
もう一回紅生姜行く。で、もう一回なんか胃が開く。で、また食べる。ビール飲むみたいな感じで、ずっと楽しめて、ほんとデブまっしぐらなんですけど、まあもちろんね、コロナ禍になってから全然一回も行けてないんですよ。自粛して我慢してるんですけど、まあ、ちょっとすべて解決したらね、この生ビール飲みながらこう、串カツ食いに行きてえなぁとは思いますし、まあノーダブルディップですね、これ見るとまあ串カツ食べたくなる人も多いんだろうなと思うんですけど、まあこの馬のね、馬としての今後ですね、はい、クッション値の高いレース、はい、ノーダブルディップで串なんで、まあクッション値、クッシーですね。っていう風に覚えてですね、まあクッション値高いレースで買って当たったらね、串カツパーティーしたいなと思っておりますし、まあ皆さんもその名前からですね、二度付け禁止カート、ああ、串屋さん、串、クッション値、串っていう風に覚えておいてですね、ぜひ、クッション値高い時、特に10以上で狙っていただければなと思いますし、まあその前にもう一発負けてですね、人気落としてくれたらいいな、10倍ぐらいで、ねえ、どんなメンツでも単勝10倍ぐらいでなんか買えればいいなっていうふうに、はい、思っているので、まあそういうチャンスがあれば買ってみてほしいなと思っております。ということで、自走解体馬のコーナーでした。竹内でした。さよなら。